今月話題になった愛林地区、愛林地区、はい、はい、あの愛林地区で、はい、あの撤去したやつか。そうですね、あそこに住んでたホームレスの方を、まあ、強制的に、まあ、ちょっと追い出したし、撤去しましたね、はい、あれについてその対応はその大阪はどうだったのかっていうのがどうでしたか。いや、逆にそういうのしないと劣悪な環境で生活しなきゃいけないから、撤去してちゃんと相談窓口を構えて、で生活保護を受けてもらうっていうことを、そこまでちゃんとセットでやってるんじゃないのか。まあやってなきゃ死んじゃうからね、そういうのはちゃんとやるべきやとは思うけどね。なんか生活保護とか、なんか縛られるという生活になるから受けたくないっていうなんか方も、そうそうそう、受けたくない人がその他の人に迷惑をかけて生きるのはちょっと違うよね。やっぱり路上で生きるっていうのはちょっとね、匂いとかの問題とか治安が悪くなるとかっていうのは雰囲気が悪くなるんで、まあ、それは受けたくない人も申し訳ないけど、できるだけ受けてほしいから、そういう撤去することはちゃんとアフターフォローもちゃんとしてるんだったら大賛成だけどね。大阪ちゃんとそれやってるみたい。いや、そりゃ憲法25条がある以上はさ、路上で生活する人がいることに対して放置したらあかんよね。俺市長になったら絶対言うよ、さすがに。公園で生活とかしてたらどう、なんですか、なぜですか、ちょっとちゃんと健康的なことでとりあえず生活しましょうよ、はそれは声かけるよね、まあ、そういう意味では泉大とそういうの全くないからね。俺はそれは承知してないから、すごい街やね。もうちょっとあるんですけども、はい、8月6日 の広島で、なんかよく暴れてる中核派と、あの閣僚協定、あの青いヘルメットを、あの下馬棒を持ってる人いるんですけど、僕、はい、あの隠し撮りっていうかインタビューしたことあるんですよ、はい、あの実際どこから来てるんですかって、そしたら東京から来てるって言うんですよ。あ、はいはい、でそれで、あの普段からこういう活動してるんですかって言ったんですよ。いや、私は初めてです、こういう活動してるのっていう。だから、あの、おそらくなんですけど、どっかからお金、うん、いや、まあ、それはそうなんじゃないですか。バイトだと思うんですよ。それは、確証はないですけど、可能性は極めて高いですよね。この間、月曜日来てた、あの日曜日来てた人たちも、顔隠しながらやってますからね。うん、あれは、どっかからお金出てる可能性は、結構、可能性は高いと思いますよ。で、僕の知り合いも隠し撮りでインタビューしたんですけど、そしたら大阪 の西成から来てるっていう、あ、なるほどね、っていう人もいて、おそらくこの西成の人も、僕は昨日西成に行ってきたんですよ。そしたら、あのその愛林地区の囲いの壁に、あの反原発とかパレスチナ解放とか書いてあって、まあ、おそらくそのバイトか炊き出しとか、あの多分左派的な人が結構やってると思うんですけど、その恩義を感じて多分行ってるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、可能性あるでしょうね。でもう炊き出しとか絶対やめなきゃいけないよね、うん、あんなことはもう。で、僕、あの代々木公園のホームレスの方にインタビューしたことあるんですよ。そしたら、あのやっぱり動員されてるらしいんですよ。あのやっぱり炊き出しとかで、やっぱりその恩義を感じて、そういうやっぱり反原発とか、そういうふうにやってるみたいなんですよ。だって山本太郎さんなんかあれ完全に買収だもんね、うん、全国比例とか出てる人が物を配っちゃいけないからね。そういうことがあるんで、この炊き出しの左派とのつながりって、これをちょっとどうにかしないといけないんじゃないかなって思うんですけど。いや、そこら辺、立花さんにめっちゃ期待してますよね。まあね。いや、本当にだからね、生活保護をちゃんと受給してもらう努力は絶対せなあかんよね。うん、ホームレスの方はちょっとかわいそうで、利用されて、ちょっとそれ、まあそうね、なんとかしてほしいなっていう。いや、だから施設って言ってんの俺。施設に入れて、そこで衣食住医療、病院もね、生活、いわゆるやっぱ介護、医療、安定した食事が提供できるところに入ってもらわないと、そんな路上生活してる人を見てね、炊き出しするような人、頭おかしい。